うわ。ずーっと耳鳴りしてない。ピーン。いや、してない、してない。いい音。いや、ほんとほんと。はい。ということでですね、まあ、僕ら、今年ですね、まあ、コロナの影響っていうのはあったんですけど、はい、心霊企画をね、あまりやってなかったんですよ。まあ、24時間ここで生活して、果たしてどうなってしまうのかというのをね、最後に検証していこうと思います。はい、ということで、まあ、軽くね、お部屋紹介というか、どんな感じっていうのを、ね、見ていこうと思います。はい。まあでも、至って普通のホテルっていう感じですけどね。そうか。うん。そうか。まあ、普通に、アナログのテレビですね。ブラウン管のテレビが。これもうテレビ見れないんですよね。もう地デジ対応されてないんで、これ。今普通にふかふかのベッドですね。でもこれはなんか、ちゃんとね、クリーニングされてて、全然綺麗ですね。ここは寝れるわ、全然。で、まあ普通に生活しやすそうなトイレがあります。生活しやすそう、おかしいやろ。ちょうどね、天井も高くて。これお前ちより狭いや、多分。うん、多いけどね。確かに。なんでこんなもの作るの？結婚？いや、考えたくないけど。タイルとか結構壊れてるけどね、これ。はい、最後こちら。玄関横にね、あるクローゼットなんですけど。はい、そうなんですよね。ここで、この場所、ここで。いや、事故があってしまったと。そう。約10年前ぐらいに。あったそうです、この部屋のここで。でもちょっとクローゼット半分壊れちゃってるんですけど、うん、狭いね、なんか。そうね、うわぁ、なんかリアルだな。あと電波ないんだよね、ここ。なんでだろうね、上の階なんだよ結構ね。なのに電波がない。なんで電波弱いんでしょうね。県外になるし時々。単純なのになんでテープついてんだ。確かに。何の意味があるんだろう。押しちゃダメってことなのかな。そう、入った時はテレビついてる状態だった。なんでついてる状態で消えてる状態だった。清掃入ってるのに。確かに。清掃入ってるのに。確かに。ウーバー頼みました。ウーバー来てくれたんだよ。来てくれました。なんか暗いよ。もう暗い。部屋が暗いと気分も暗くなってしまうっていう。そう。てか他の客いる？いない。何の音も聞こえないんだ。今お風呂とトイレに分かれて1対1で2箇所でね、少しだけ過ごしてみようという話になりまして、僕が風呂で、ハル君がトイレで今います。一言も喋ってないよ俺今。あま？あれ多い気みたいだった？言ってない言ってない言ってない。本当に一言も言ってないよ。一言も話してないよ。結構話してんなっていう感じで伝わってきたわけだよね。一言も喋ってないって。ずっとピカ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 ってなる瞬間だったの。
それはナイトショットバグデータ。いや違う、俺今まで生きてきてなかったもん。このナイトショットずっと使ってきたけど、なかったもん、そんなこと。ずーっとずっとポシャ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 って上がるくなって。いるんだって。3人目が。ここに、まあ、砂嵐のテレビがあるということですね。ここから一人かくれんぼをこの場所でね、したいと思います。で、僕はもう1週間一人かくれんぼ生活とか、あと諸々の一人かくれんぼ結構やってきたので、今回初めてもうあなたにやっていただきたいので、ぜひやりたくない、一人でやりたくないってマジで。あー、うん、暗い暗い暗いよ。最初の鬼は春樹だから、最初の鬼は春樹だから、最初の鬼は春樹だから。沈めます。じゃあね、どうしよう。最後までやんないとダメなんで、ちょっと待って、やります、やります。ちょっとダメだ、考えたらダメだ、ちょっと待って。私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。なんて言葉で表すともういけないやつだこれ。いや、違う違う違う、もう怖いとかそういうやつじゃないよ、これ。うわー、ちょっと待って、完全自分自身だ。もうなんかもう、うわー、合わされた今、ほんとに。なんかもうやばい。逆にここまでやり遂げた俺がほんとすごいと思う。ああ、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 ああ
心理企画って今年1本もやってないわけ。うん、今年はふさわしいかもな、これは。リアル1本もやってないんじゃないかな、マジで。血ついてね。あ、もう飲めないで、コーヒー。あそういうことか。めっちゃ騙されたおぉ一番怖いわ。おぉ一番怖いわ。ということで24時間経過いたしました。長かったような短かったような。長かったですね。でもやっぱ一回泊まってみて2日目、うん、朝生活してみてちょっと慣れた感はありますね。そうね、今そういう感情はない。だから入った時にやっぱりなんか結構プラシーボ的な感じでねえ来てんじゃないかなと思うんだよな、ね、なんかでも前回来た時なんかねえどういうした感じ感じたんですけどね。確かにね、うん、全然違うなっていうのは前回の感じたかも。入りましょう。